川原田優香は、日本の鹿児島県を中心に活動する、ローカルタレント。南日本放送の MBC タレントでもある。鹿児島県鹿屋市出身。鹿屋市立鹿屋女子高等学校在学中の2015年、高校生ミュージカル、姫と彦のキャストを務める。その後、鹿児島国際大学に進学、学業の傍ら、薩摩健志早人賞の MC や、 鹿児島町中をおもてなし隊、さつまコンシエルジュ、党として活動する。大学では、介護福祉士の資格等を取得し、2019年3月、卒業。2019年4月から2021年3月31日に、かけて、MBC ラジオのラジオカーリーポーター、ポニーメイツとして活動。その後も、MBC タレントとして活動する。愛称は、宣言伝。 ゲんちゃん、ゆーちゃん等。タレント業を正業にしようと思ったきっかけの一つとして、大学在学中特別養護老人ホームでの実習中に入居者が居室に置いてポケットラジオでラジオを聴いていたことを挙げている。曾祖,祖父母と仲が良く、よく SNS 等で、ひいばばのことを話題にすることがある。2021年8月現在、遠いかいずれも不定期、出演、等々。 ありがとうございます。